週報の今日の御言葉をご一緒にお読みいたしましょう。ホセア書の3章1節ですね。週報そのまま左の上を読みます。はい、主は再び私に言われた。行け、夫に愛されていながら会員する女を愛せよ。イスラエルの人々が他の神々に顔を向け、その星ぶどうの菓子を愛しても、主がなお彼らを愛されるように。アメン。では賛美いたしましょう。457番ですね。4分間ぐらい広志牧師の現地レポートが、ね、入っておりますから、その現地レポートが終わったら日曜学校の先生と子どもたちは移動してください。今から4分間ぐらい現地レポートが入ります。キリスト教会に来ております、街道の部分はつい先日取り壊しが始まったということです。僕はもともとこの建物の土地を借りて建物を建てておられたということで、もうここには教会は建たないです。周囲の建物も見ています。敷町
どい状態です。教会の近く、すぐ近くの住宅に来ています。この住宅も1階部分が完全に潰れて、います、こちらもそうですね、ひどい状態です。こちらの家もそうです、やはりこの古い木造家屋、こちらの鉄筋コンクリートの家は一つ見えてありません。どうだにしてもいいかもしれない。建て方によって随分違うでしょうね。このうちの隣、こちらは新しい、おそらく数倍方か何かの建物だと思いますけども、これもびくともしていません。古い基準で建てた家は地震で壊れてしまっています。イエス様の例え話を思い出しますね、砂の上に建てたか岩の上に建てたかということですが、新しい基準で建てた家は地震が起こっても倒れなかった。しかし古い基準で倒れた家は地震が起きて、壊れてしまった。そのことを思い出しました。近くの目の前の国道です。こちらの家は比較的新しい、この家は完全に壊れています。この家は比較的新しく見えますけれども、壊れて傾いてしまっています。普段の生活が戻ってきているようには思いますけれども、家の修復とか全然これからというふうに思いますね。屋根にブルーシートがかかっているお家もたくさんあります。ということで、まだまだには時間がかかりそうだなという感じですけれども、また共に祈って支えていきたいと思います。以上で私のレポートを終わります。はい、教会学校の関係の方は移動してください。今日新しく来てくださった方2名おられます。ご紹介したいと思います。黒坂博子さん、はい、よくいらっしゃいました。ありがとうございます。これは金沢市から、ずっと今度はこちらにおられる。じゃあよくいらっしゃいました。ありがとうございます。もう一方、岡本久江さんいらっしゃいます。ありがとうございます。よくいらっしゃいました。福山ですか。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。では今日はちょっと時間も過ぎてますが、修法の案内をいたします。修法のご案内ですね。本日広志牧師は熊本災害ボランティアに同行し、熊本の教会で礼拝説教をされます。すでに行っておられると思います。どうぞ祝されますように祈ってください。そして本日はビデオメッセージですね。そして時間がちょっとずれておりますが、教会学校は朝の11時より平和学習ホールで予定されています。マコハ・グレイスさん、母国ケニアと平和へ の思いを語ってくださるそうです。そして今年広島では71回目 の夏が訪れます。今週の土曜日8月6日の原爆の日には、夜8時10分より平和記念公園内原爆供養塔前においてキリスト者平和の集いが予定されております。ぜひ時間がある方はご出席ください。そして来週ですね、8月7日第二礼拝合同は平和記念礼拝です。この時に伊藤兄弟が証ししてくださる予定になっています。伊藤兄弟の証しがあります。そしてハンドベルクワイアの演奏も予定されていますから、期待したいと思います。次週は全ての礼拝で聖餐式が行われます。そして突然ですが、8月28日ですね、ミニバザー開催。教会学校ではパンの缶詰休館長、これ休館長とお読みしてんですかね、はい、休館長を飢餓に苦しむ国々に届けるプロジェクトに賛同し、8月の28日午後ミニバザーを行います。ご家庭の不要品、手作り小物などぜひご提供ください。そして昼食とかデザートの用意もあるようです。また夏季献金のことですが、豊かな恵みに感謝しつつ献金袋を使用してお捧げください。そして8月は終日の初週会は夏休みですね。ダビデ会だけは、ローブのダビデ会だけは行われますが、あとは全部お休みになります。では証しされたいいう方いいですね。はい、わかりました。じゃあ献金感謝の人生の海の嵐に揉まれきし好みも不思議なる神の手により命拾い死ぬ愛しい我は今安ろう救い主イエスの手にある身はいとも安し悲しみと罪の中より救われしこの身愛の声も魂揺すぶることへじ愛しづけき港につき我は今安ろう救い主へとも安し凄まじき罪の嵐のもてあ
遊ぶ間に間に死を待つは誰ぞ直ちに逃げ込め港に糸静けき港に着き我は今安ろう救い主イエスの手にある身は糸も安し。熊本に来ておりますと言いますか、行っておりますので、説教はテレビで、これは実は録画です、今録画したものを皆さんに見ていただきたいと思います。